魚さん、仲間の顔をしゃぶりまくってしまう。かわいそう。やられてる側のほげーって顔くさ。程度かと思ったら。言うほど仲間か？これが恋キングキスか。うおー。って顔しててくさ。顔についてるプランクトンとか寄生虫でも食べてるんか？解説するわ。黄色魚ニキ、お、なんかしゃぶりやすそうな魚おるやんけ。しゃぶったろ。ハゼニキ、ファ。やめてくれメンス。口パカー。黄色魚ニキ、癖になるんを無表情。深海魚って面白い。三本足で立ち歩きする糸引きイワシ。糸引きイワシは、異常に発達した腹びれと尾びれをピーンと伸ばして、カメラを支える三脚のような体勢で獲物を待つことから、三脚魚とも呼ばれている。胸びれをムチのように長く伸ばして動かすことで餌であるプランクトン等を引き寄せる。目は小さくイワシという名が付けられてはいるが、イワシとは類縁関係が遠いそうだ。三脚魚のがしっくりきますね。ドラえもんのビタの海底祈願場？ドラえもんだ。ものすごく素早い動きからしてこの長いヒレはセンサーなんじゃね？で、この魚歩けるの？頭だけパックリ透けて見える深海魚デメニギス。はい、今日の献立はデメニギスのタイタンです。緑のスライムが操縦してるみたいだ。スタートレックのどこか星人が所有する宇宙船にも見える。実は体の黒さも結構な特徴なんだよね。まるで宇宙で撮ったみたい。すげえかっこいい。透明部分にコックピット味を感じる。それでも料理系 YouTuber ならきっとなんとかしてくれる。酒の蹄みたいな食感なんだろうか。破壊ダーかよ。その魚、あまりにも人面魚。人の顔にそっくりな模様を持つ鯉の姿が話題に。昭和かな？それっぽい鯉って案外珍しくないよね。お分かりいただけただろうか？あらさ、以上にはノスタルジックな案件ね。セガサターン買ってくる。シーマン思い出したわ。向こうでも恋が愛され人面で騒ぐという親近感よ。人面よ騒ぎからもう30年くらい経つのかな。俺よりイケメンで魚に嫉妬したわ。セクシーすぎる唇。キスされてみたい魚ナンバーワンかもしれない。セクシーな唇からミスターキッサブルと呼ばれており、アフリカのマラウイ湖に生息する。分厚い唇は戦いのため、獲物を拾い上げるために発達している。ダーククロニクルで見たなぁ、こんな感じの魚。唇がピンク色なのがまた。すごいディズニーキャラっぽい。これはおもちゃだわ。動く魚のおもちゃにしか見えない。この水槽にシーマンを入れよう。溢れ出るディズニー感。なかなかの美人。砂に隠れて獲物を待つノーザンスターゲイザーがあまりにもホラーだった。こんなホラーテイストな魚だが、三島オコゼ科の魚は日本では食用とされる。旬は夏で身は白身で刺身にすると美味しいそうだ。見た目があれだし名前だけでも、という命名者の慈悲。恐ろしい顔とロマンチックな名前のギャップ。これ絶対24人ぐらい人食ってるやつの顔ですわ。ホラーには耐性があるつもりだったけどこれは怖い。確かに RPG に出てくる先生術師やシャーマンみたいな顔というか、その使い回らなんという頭まで脳筋の悪役面。税理部っぽい。名前が競馬の馬っぽい。これまでで最も深い場所に生息する魚が日本近海で発見。日本列島の沖、伊豆小笠原海溝の水深8336メートル地点で草岡の仲間が発見された。最も深海に生息していた魚の記録は8178メートルで、この発見は記録を158メートル上回った。つぶらな瞳が可愛い。
サウオカの魚、せっかく人から逃げたのにここまで追ってくるとは怖いなと思ってたり。白いオタマジャクシみたい。深海魚ってみんなぬるっとしてるけどなんで鱗ないの？口周りの感覚器の発達がすごい。で、うまいのか？さかなクンさんが超喜んでそう。深海でゆるふんわりなスマイルを見せてくれた草魚の仲間。食えるのかな下品な顔。ほんと手足のないウーパールーパーっぽい。深海魚ってこんなオタマジャクシ型のが多い気がする。かわいい。なんか今日は世界が真っ白だよーとか思ってそう。例のドラム缶に窓開けただけのポンコツ船の前に現れて和ませてやってくれ。なんか骨があるか疑わしいレベルでグニャグニャされると顔より不気味さが勝っちゃうな。愛らしいカバ顔。ナイトメアビフォアクリスマスのジャック思い出した。目玉の大きさがすごい。エイリアンのような深海魚が釣り上げられる。エイリアンのような巨大な目の魚はラットフィッシュ。味はタラに、でもタラよりずっと美味しい、らしい。何でも食べてみる人間ってすごいなぁ。金も、深海魚って普通、目が退化しそうだけど、でかくなってる。今のプリクラもこんな感じだよね。自分が釣りしてる時にこんなん上がってきたら腰抜かすかもしれん。アプリで加工不要ですね。食ったんかい。毒とかあったらどうすんの。コラーゲンすごそう。高速で餌を捕まえるカエルみたいな真っ赤な深海魚、赤靴の捕食映像。正面顔は開け、ポンキッキの歌にあったパップラドンカルメに似てるな。なんでこいつ食べるときに鼻くす。カレーパンマンに見えてきた。くるくるランドってゲームの時期はこの魚だと思ってた。鉄かぶら。バットフィッシュみたいだ。シャア専用ズボック。ビグザムだな。シャア専用ビグザム。10万匹に1匹の幸せを呼ぶバナナウナギ釣れた。ほーらおじさんのバナナウナギだよ。毒のある生き物にしか見えない。完熟してる。これがウナギ？すげえ。想像以上にバナナだった。エレキングの幼体が多分こんなの。ウツボみたい。え、これバナナの皮を揺らしてるんじゃないのか。完全にバナナやんけ。こいつはかば焼きにされないで寿命全うできそう。リュウグウノツカイって明らかに地球外生命体だよな。タチウオかな？ 6 メートルくらいか。これでクソでかいとか怖すぎやろ。日本で取る棒なんやねん。何これ飛んでんの？食えるんか？5メートルぐらいまで成長するんだっけ。寿命どんだけあるんやろ。ツイッターでこいつが浅瀬を泳いでる映像出てたけどめっちゃすごかった。あんなもん泳いでる横からスイート来たらちびるわ。スーパー泳ぎ回るお魚さん。そんなんあるわけないやろ。ほんまや。息がいいな。うちのスーパーは新鮮な魚しか取り扱ってないからね。ヒトカスに対して殺意むき出しの魚さん。エレン並みの勢いやん。駆逐してやる。親でも食われたんか？食ってんの？食われてんの？判断が難しいお魚さんたち。見てるこっちがえずくわ。胃カメラされてる時のわい。エイリアン、有明海に生息する魚、ワラスボ。グロかっこいい。素敵だ。実物が3メートルぐらいあったら楽しいだろうな。これでもハゼの仲間です。鳥取砂漠にはこれの巨大なのが生息していて、時々観光客が食われる。干物のワラスボは普通に売ってるな。ムツゴロウよりうまい。でも優しい子なんです。ちょっと深海魚っぽい。DNA 鑑定したら、地球外生物だったとかなら、面白い。
これ刺身にするとマジうまいよ、騙されたと思って食べてみな。深海のエイリアンの異名を持つ希少な海洋生物ミツクリザメ。かわいい。ゲームの世界みたいキャラで出した人センスあるわ。ウルトラマンで見た。お前らの次の転生先がこれな。ゴブリンシャークかと思ったらやはりそうだった。こいつに限らずサメは目がつぶらで可愛い傾向にある。ジグラに似てると思ったら元ネタはこっちだったのね。まさかの捕食方法で草。予想外すぎて一瞬何が起こったのかわからなかった。謎の巨大深海魚赤マンボウをカメラが捉えた。実はマンボウの仲間ではなく、泳ぐ速さはマグロやカジキ並み。泳いでるとこみたいな。回転寿司とかで出されるネギトロとかはこの赤マンボウだぞ。豆知識な。それがせ、マグロより赤マンボウの方が希少。去年、海洋大の学園祭でマグロと一緒に赤マンボウも解体ショーやってたぜ。だからタバコの箱を魚の横に置いてくれにとわからんて。赤マンボウだからな。普通のマンボウの3倍の速さだろうな。縦長なのに速いんだな。尾びれが弓形ってところからして高速で泳ぐことは想像できるよな。見た目も派手だし動きもいいなら水族館的にも美味しい魚じゃないのかな。お前らみたいな魚見つかる。この出っ歯、Y とそっくりや。奇遇やな、Y もや。キモい顔してんな。半分かじられたお魚さん、悲しそう。人かでんのか？人かすなら出血多量で織田仏野郎に。お魚さんの生命力すげえわ。